あの二人は長続きせぬ。ウェインライトの心を覗けばわかる。彼は決して婚約者を幸せにできぬと理解しているのだ。身を任せさえすればウェインライトは彼自身にも理解しきれぬほど大きな愛の一部になれる。まだわからぬのか。
音が聞こえるか。
消え、わずかに残っていた理性を失ってしまったようですね。とはいえ、ロッジの付けはきちんと払っていただかなければ。力が体中を巡ってる。重ね感謝を申し上げます。あなたは得難いお客様です。ロッジはこのご恩を忘れません。
サマーロック、行き止まりだ。ここはハンティングキャンプっぽい。ああ、この土地には伝統の狩猟法があるらしい。近くに角笛はあるかね。我々ハンターは角笛を鳴らして到着を知らせることがある。動物と間違われないようにな。殿のお出ましか。俺の戦士たちを倒すとはな、あっぱれだ。ははっ。何も言うな。さあバトルだ。お前は勇敢か、それとも愚かか、見極めるとしよう。加減したかな。ああ、だろうね。起こしてくれるか。もっと働いてもらわないと。手助けに感謝する。強いな、ガイド。来い。拳で歓迎ってやつか。そういうのは嫌いじゃない。火と海風を分かち合う相手を知るには戦うしかあるまい。さあ、火を囲んで話をしよう。宴の時間だ。ちょうどいい。腹が空いてるだろう、ガイド。宴だ。次のバトルのために英気を養え。遠慮するな。お前は大事な客人だ。最悪なのに、いくらでも食べられそう。これ何？海風は強さだ、ガイル。力だ。で、お前は何のためにここへ来た？ああ、そうそう。呪われた山に行くとこ。ネグルネシャイか。あの山は汚れに満ちている。狂気の山だ。ガイル、お前はバトルで俺に勝った。つまり、俺たちは友だ。お前があそこへ行くというのなら、もちろん手を貸そう。ネグルネシャイへの道はその先にある。どうやら自然のものではない氷に覆われているようだな。溶かすには特別な海風が必要だぞ。そう、ウェンディゴの海風。飾りダバールという洞窟がある。光も差し込まぬウェンディゴのまがまがしい住みかな。場所はカンカーウッドの奥、氷を渡っていかなければならない。この惑星には貴重で危険な獣が生息している。俺は故郷では殺生に使える狩人だった。だがすぐに獲物の行動が読めるようになり、満足できなくなった。だから俺はここに来た。毎年毎年同じ獲物ばかりを狩り続けていたら腕がなまる一方だからな。狩人は一生狩りをやめられない。